さあやっていきましょうか。どうも久しぶりでございます。ザザシでございます。ちょっとね、動画の間が空きましたけども、動画と動画の間がね、今回からもうドリームキャストにね絞ってやっていこうと。そしてドリームキャストで一発目にやりたいと言ったらこちらシェンムー、ご存知ですかね皆さん。シェンムーをね、ドリームキャストで言えばシェンムーでしょうという、まあそれぐらいのビッグタイトルなんですけども、1999年、今から下手したら18年ぐらい前の、ね、ゲームなんですけれども、長いシリーズになるぞこれは。まあ、まずはこのね、これからムービーが始まるんでね、これをまず見ていただきましょう。ちょっと黙っときますね。東の立つ国より海を渡りて現れる若者、姫し力未だ知らず、かの身を滅ぼすこともかの願い叶えしこともその者、勇み立つ時我を求める、共に荒れ野の道を行かん、待ちて願い開口は我の古よりの定めなり、漆黒の世は広がりしも明星は一つ輝き、長き物語は今始まれる。ということでございます。いやー、20年前近くのね、約20年前のね、ムービーとは思えない美しさですよね。どうなんでも、ジャギジャギだけどな。ジャギジャギだけどな。よし、やっていきましょう。まあ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 、あのムービーを見ていただければ、このシェンムーというゲームがいかにね、壮大な世界をね、描いているかということがお分かりいただけるんじゃないかなと。ね。一応ね、一回プレイしてます。もう、だから、下手したら、だから十何年前だにやったっていう感じだから、もう記憶もかなりおろそかですけど、おろそか記憶もおろそか、記憶もおろそかっていうかな、まあいいや。オプションでね、まあいろいろ変えれるんですけどね、まあ、シネマモード、声だけで実況、シェンムーモードね、まあまあ声と字幕でゲーム、これ何が違うのか、まあ、スキップした時に字幕が出るか出ないかだね。まあシェンムーモードいいでしょ。確かね、シェンムー USA とかっつってね、全部英語のやつもあるんですけどね、それもやってみたいけど、まあ持ってないんでね、そのシェンムーやってみますよ。うん、始めちゃうぞ。結構長いシリーズになるぞこれ。そしてまあいいかな、まあいいでしょう、やっていきます。セーブファイルが見つかりません。もうね、かなり久々にね、ドリームキャストを見つけてね、久々、もうほんと10とかそれぐらいの単位、10年ぐらいの単位でやってなかったのをね、起動してみたら案外ね、案外起動できたんでね、まあ、案外丈夫だね。ドリームキャストもね、スーファミとかさ、それはあのプレステとかさ、懐かしいなっていう人もいっぱいいるんだろうけどね、ドリームキャストに関してはね、懐かしいって思う人もなかなか。1986年11月29日横須賀、1986年、舞台がもう、え、何年前だ。今が2017だろ、1986年だろ。2017-1986、14足して12か、12足して17足して12、30、30年ぐらい前のね、世界を描いてます。古い、ミネさん、葉月亮、ミネさん、ミネさん、イネさんですね。このムービー飛ばさずに死んじゃう。私は大丈夫です。それより旦那様が、旦那様が、親父が、え、
雪の日にね、悲劇が起こるっていうところから始まりだったような気がする。いやまあこの辺ちょっとやっぱりね、 3D の具合がやっぱり時代を感じさせるけれども、まあ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 、そこはあの心の目で見てくださいな。ジャキジャキしてるけどね。シェンムーはね、まあ後にね、あのフクさんレオさん、フクさん飛ばせるから、この動き。シェンムーは後にね、まあこの辺の技術がね、あの竜が如くとかに生かされますね。これはかなり当時としては革新的なゲームなんだけれども、今見るとやっぱりちょっと、うん、でもやっぱいいね。親父、来るな、レオ。もう一度尋ね、鏡はどこだ。鏡は答える気はない。普通に負けとる気やね。この野郎、うわ、しかも一撃で。返答は、何度聞かれても同じだ。握力やばい。握力じゃないな、腕力が。こんなん普通って言うの。よせよ、鏡を渡せ。さもなくお前の息子。待て、鏡は桜の木の下に埋めてある。木の下に埋めてあるんですね。探させると。超尊名を覚えているな。超尊名を覚えているか。もう尊名、お前が殺した男の名だ。まさかお前は。来い、最後は武術家らしく死なせてやる。この人も悪い人じゃないよね、言うほどな、多分な。親父殺されてるけどさ、あれで死ぬかっちゅう気がする。なんてさ、ありました。悪い人じゃないよな。超尊名を殺された、その恨みを晴らしに来てる感あるからね。鏡だ、入れ墨か。まあね、カクカクして動きだけどね。それでも分かるね、世界がね、世界観が分かるから。親父はね、死んじゃうけどね、ここでね。確か死んじゃう、確かって言うの、確かなこともないね、絶対だ、死んじゃうんだ。死んじゃうんだけども、親父の思いはね、この主人公の葉月亮に受け継がれているはずですね。お前一人残すことを。お前一つ残すことを。何言うんだ、親父。親父あっと、友を、愛すべき友を持て。愛すべき友を持て。親父
最後の言葉は愛すべき友を持てっていうことなんですけどね、確か俺の記憶が確かならばシェンムー一生の間で中でね、友達らしい友達はできた記憶がないな。そんな友達作りゲーじゃなかったような気がする。親父の言いつけ守られずと。一章はやったんだけどね、一章は一度クリアしてるんだけどね、二章は持ってないんだよね、ディスク自体はね。なんでまあ、もしもこの実況がね、ちゃんとエンディングを迎えることができましたら、シェンムー二章買ってからやってもいいかなとは思いますけどね。うん、まだわからん。まだわからん、ちゃんとこのシリーズがね、進んでいくかどうか。相変わらずね、ドリームキャストでの映像を、旦那様への手紙って言いましたね。ドリームキャストの映像をデスクトップの、パソコンのデスクトップに移して、それをキャプチャして取り込んでますので、マウスカーソルが映るんですね。なんで、まあ、ちょっとここがみたいな、注目していこうかなと思います、ね。そういうことができるのも、キャプチャしてるがゆえ、動きが読めない。これ以上名前何だったかな、忘れたな。なんか中国憲法なんでしょ、これが。うなされている。つってもな、親父さんもね、もうあっさり負けてるからちょっとかっこ悪いんだよな、はっきり言ってな。前線して負けて、なんか相手が卑怯な手を使ってってんだったらまだわかるけど、完璧にもうその、技量の差で負けてるからね。ちょっとダサい。なんかあんまりその敵討ちだっていう気持ちになれないね。格闘家らしく死んでるし、まあまあいいか、ごちゃごちゃいいか。ここまで全然ゲームらしいことができてない。開始12分経ち、全くゲームらしいことができてない。まあいいでしょう、やっていきます。さあ、ここから動けるようになったはずだ。確かな。電話番号が出ている。伊藤直之、原崎のぞみ、葉月武漢、竜の模様の鏡が奪われた、エクスクラメーションマークが出てますね。ランテ、藍色の手と書いてランテって人が親父を殺したんですね。名前よく覚えて、よく名前漢字書けたな、おいっていう。タケル村という地で親父は張孫明という人を殺したって、なんでその細かいツッコミをしていっていいかい。張孫明っていう名前とかさ、名前だけ聞いてすぐよく分かったよな。よく分かったよな、その字が。あ、何もあとない。はい、ページめくり、最初のページ、物語の進行に必要な事柄がメモされていきます。これがないとね、結構、はい、動けるようになりました。結構迷うような気がするが、しかし一回やってるからそんなに。開けます。こうして何かものがないかどうか。ないね。てんてんてん。まあ一つ一つ見ていこう。まあプレイでね。ないね、何も。プレイにおいては支障がないレベルの操作ができるんじゃないかなと。初見プレイだとこうはいかんよ、多分。しかし、時計。見てるだけ。この辺も何かあるかな。割と何もないね。お、これテープですね。シェンムメインテーマのテープですね。あ、これ多分ね、まあ多分R を押すと視点が合うものがあります。その次を持つとできますと。アイテムどこだ。カセット、これだ。あれ、かけれんかったか。持ってるだけだね。ちなみに今9800持ってる。9800円持ってますね。ニオカ、9800円ですね。ニオカと関係するお金の。野球民を意識した
お小遣いの持ち方ね。ちょっと待って、操作がおぼつかないぞ。バックできたっけ。バックできないな。バックというものはできない。旋回はできる。ほいほい、写真だ。こういった写真は手に入るんだっけかな。友人の写真、誰一人覚えてない。こんな奴らがいたかな。原崎だけは覚えてるね。このメモとか気になるけど、あ、見ないね。この下の段、まだカセットがある。これずっと茨城って書いてあるの。違う、シェンファだな。茨城じゃねえ、なんかもっと茨城っていう感じの、まあいいや。茨城っていう、シェンムーってなんか、シェンムー茨城って書いてあったような気がするんだよ。また開けてしまった。ちょっと待って、その上の段が見たいんだ。おさては。ミニラジカセゲットです。セガって書いてあるな。セガがミニラジカセなんか作ってたっけかな。この横は？ちょっと待って。この横。横。挙動が怪しい。横の棚開けられんわ。それだけか。行こう。よし、行こう。いやー、先行き怪しいな。おっと。リオさん、まだ起きては。まだ起きては。平気だよ。稲さんこそ。葬式とかしたのかな。はい。何かしていないと帰って気がめいて。そうか。なんかシェンムーモードにしたら。無理はダメだよ。はい。文章が飛ばせるんじゃなかったか。あれ。そうそう。これを。お小遣い。今日の分です。明日からは下駄箱の上に置いておきますので。そういえば福さんは。さん、あんなわざわざ封筒に入れなくていいよな。そうか、福原さんに会いに行きます。ありがとう。たかだか500円だけど、もう積もり積もってたよな。1日500円もらいます。確かに皆さんが毎日500円下駄箱の上に置いてくれる。これだけだな。ちょっと待ってよ、なんか聞く？聞けないね。ミニラジカスやって、あ、これで消えるんだ。まあいいでしょう。まあいいでしょう、別にいらんでしょ。設定だな。シェンムーモードにしてるからスキップできるはずなんだけど、まあいいか。ちょっとよくわからん、スキップの仕方がわかりません。すみません。サクサク進めていくよ。サクサク。福さんに会いに行くんだけどね。これ多分親父の部屋だよ。ここ違うな。応接間か。これといって注目するようなものはなさげかな。全体的に暗いですね。ちょっと襖開けてみようか。うい。まあね、人の家に入ってるわけではないからね。自分家だからね。自分家の良さぎアイテムがあったらもうこれは奪っていくべき。これからいつ敵と戦うかわからんからね。ただまあ基本的にこのシェンムーっていうゲームは武器とかね、そういうのに戦うわけじゃないからね。基本的にね、格闘技で敵をバッタバッタと投げ払うという感じなので、物を手に入れたからといってあまりいいことはないんだけどね。ストーリーの進行上、ちょっとサクサク動いてくれ。電話がかけられます。よくできてますな。
黒電話ってのはもう今はもう最近の人はもう見たことないでしょうな。黒電話うちの世代でギリギリ知ってるって感じだな。チャコ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 、あれなかけられんかった。ほい、お金とかねえかな。あ、懐中電灯あっけん。ゲット何かに使ったっけかな懐中電灯覚えがねえんだよな。あ、あっちを見てもこっちしかあかんのか、残念。まあね、毎回動画20分ぐらいで切り上げようと思ってるんで、とりあえずこの辺で第1話は終わりますかね。第1回はね、なんかあまりこう盛り上がりもなく第1回にしてしまった。こんなんでいいんだろうかな。まあこんな調子で続けていくのでねこんな調子で続けていっていいのかどうかはちょっと怪しいけど、まあ続けていきます。はい、なので、もしもね興味がある方はチャンネル登録なんかをしていただけますとね、通知とか届くのでね、まあ一緒にねこのシェンムーの世界を味わっていきましょう。それではまた次回パート2でお会いしましょう。第1回でした。ほなまた。